オーディン、ここで災い去った。呂布殿はなぜ？はっきりとは分からぬ。オーディンにつけばそれが確かに、より多く呂布殿ならばない。あー、ちょっといいか。予想通り、このまま逃げ切れるとは思えま。敵の追撃はそこまで迫っているな。しかも相手は厄介なあの呂布か。たとえしのいだとしても第二第三の追っ手が来ます。ここは攻めに転じ、敵総大将を狙うべきかと。勢いに乗る敵の隙をつくか。ならば奇襲場へ。一番槍は譲りませんので。やるしかないか。そんな時におじきの敵なんて言ってられないしな。超軍援推進、まだ拙者が参ろう。悟られるわけにはいかぬ。みな速やかに突破せよ。違ったわ。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。神に軍人じられ、強敵に翻弄され、それでも立ち上がり戦おうとする。かゆい人間にどこにそんな強さか。いや、そもそも人間は本当に弱い存在なのか。わしが出よう。こんなところに敵だと。だが当社しねえ。獣を置いて帰りな。敵に奇襲を悟られてはならない。速やかに突破せる。わしが出よう。シャカ。ええ、私ももっと戦果を上げてみせましょう。見てろ、革新だ。すさまじい気迫を。ならばこの超軍艦、さらに振るわねば。あんたただ者じゃなさそうだな。そうとしか思えないぜ、俺。超軍艦水槽だ。俺の腕見せてやる。わしが出よう。超軍の水産拙者が参ろう。わしが出よう。超軍の水産拙者が参ろう。わしが出よう。素敵です。いや、感服いたします。俺に勝てると思ってんのか。
けだ。自ら撃たれに来るとは。望み通り滅してくれん。こうなります。ここを抜ければ敵本陣は目前。リナ、応戦します。この奇襲に我らの未来がかかっている。超文言が武の髄解くと見よ。武にて敵本陣を貫かん。覚悟めされよ。なんだ、君に嫌な予感が。私でしょ。素晴らしい働きを見せたな。偽本陣を狙っての奇襲だ。まさに私の読みで。連合軍の戦力が分散した今が好機だ。奇襲部隊を包囲せよ。同時に連合軍本陣へ攻撃を開始する。待たせろ。何も残らぬほど叩き潰してやる。本当に邪魔だ。超噴煙水産鉄砂の迷い。死をさせ罠にまんまと乗せられるとは。だがもののふの泉かけて本陣は守り抜く。足が諦めろ。雑魚に俺は止められん。どうにか片付いた。急ぎ味方の救援に向かうぞ。ならばこの学文献にお任せを。先駆けとなり本陣への道を切り開きます。足が出る。ここを通りたくば鬼神の娘を倒してみよう。よく私でしょ。霊気殿、どうかお引きくだされ。長領、聞かぬと分かっていて言うの。父上が敵に回るなら容赦はしない。ここまでか。すまんが俺は引かせてもらうぞ。私は鬼神呂布の娘。無様な戦をして父上の名を汚すわけにはいかぬ。本田忠勝が娘リナ。私も父の名を背負っています。その名は思うと。だからこそ突き進むしかない。鬼神の娘、見事な武勇。拙者の魔力。どこか寂しげな目をしているな。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。諦めはしない。我が闘志燃え尽きるまで。少しは手応えがあるようだな。俺に勝てると思ったのか。超噴煙水産拙者の前打ちだ。超噴煙水産拙者の参ろう。おのれ、これで勝ったと思うなよ。今日は調子が悪い。あわよ。さすがです。あなたならばと思っておりました。頑張ります。見ていて。
申し訳ありません。さあ急ぎ本陣へ。キー、包囲を破ったか。奴らはここで食い止める。決して本陣に近づけるな。道を開けよ。遮る者は我が部にて投げ払う。今こそ我らの出番ですぞ。背後より取り囲み、敵を討ち取ってみせましょう。神宮殿か。みんな気をつけよ。おじきの敵、呂布軍にだけは負けられねえ。燃えてきたぜ俺。我らの力を合わせれば怖いものはありません。共に包囲を打ち破りましょう。おやおや、長領殿ではありませんか。お手柔らかに願いますぞ。それは危険。長軍、全力にてお相手つかまつ。押して参る。長軍へ水産。押して参る。拙者が参ろう。私の知略が破れようとは。仕方がない。行ってみる。さらば。すごい。みんなも負けていられません。水産。打つと俺の負けだ。やるすぎたか。これで終わりではありませんぞ。さすがです。あなたならばと思っておりました。超噴煙水産。拙者が参ろう。うなれ連空の矢だよ。なんというぽよ。すごい。みんなも負けていられません。勝ちにこだわる必要はない。趙文元、ただいま救援に戻った。ほう、趙領か。それを楽しませてみる。ここまで粘った褒美だ。貴様らに最強の武を見せてやる。行くわよ。ほとばしい闘志。あれが最強か。超噴煙水槽。俺だって現人者として遅れは取れん。そうだ、これ以上の粘りはいらぬ犠牲を生む。おじさんも本気を出してこの戦を終わらせるよ。共に進まん。頑張れ長領殿。よくぞお戻りくださった。遅くなってすまぬ。本陣を守り抜いてくれたこと感謝いたす。あの包囲を抜けてくるとはもはや言葉もないわ。悪くなかった。運を磨き、次はさらに俺を楽しませてみろ。さてこんなものかね。良き勝負だった。続きはいずれまた。どうにかしのげたな。呂布殿の武は見事だが、そのために皆を滅びの危険にさらすとは。長領殿、今は先を急ぎましょう。さらなる追手が迫っているかもしれません。呂布はアースガルズの神。元の世界では最強の騎士。呂布殿だけではありません。あらゆる知恵と力を得ているオーディン。敵の力はあまりに強大。あのオーディンってやつなら。それなのに弱気になってはいけません。絶望の闇に染まらぬ心、頼もしいな。
これが人間の強さ。今まで私が。よし、調子出てきた。が本格的に動く。皆様の前線基地はもちろん旋回とこの。あちゃあ、それはまずい。なら俺は前線基地。私は旋回への入り口に行く。皆様、戦場を混沌で染め上げてやろう。